こちらは任天堂スイッチドック。通常版のスイッチを買えばついてくる純正品です。そしてこちらは8月8日に発売した元気ドック。任天堂スイッチドックの10分の1のサイズで純正品よりも持ち運びやすく取り回しの良い製品です。ほら、こんなに小さい。一つ持っておくと任天堂スイッチの活躍の場が広がります。こんにちは、ひねるです。皆さん、こう考えたことはないでしょうか？任天堂スイッチ、出かけた先でも大画面で遊びたい。だけど、純正品のドックや電源アダプターって結構かさばるんですよね。そんな問題を解決してくれるのがこちら、元気ドックです。純正品の機能はそのままに、10分の1のサイズまで小さくなっているので、めちゃくちゃ持ち運びやすくなっています。とは言っても僕はコロナウイルスの流行に関係なく休みの日はほとんど自宅で過ごしているので持ち運びに便利という特徴はそこまで刺さりませんでした。では何に期待してこいつを買ったのかと言いますと、それは取り回しの良さです。うちは夫婦2人暮らしでたまになんかゲームしようぜっていうノリになります。ところがスイッチをつないでいるのが僕の机にある小さいモニターだったりするので2人で遊ぶにはちょっと迫力が薄いんですよね。そこでせっかくなら今にあるテレビやプロジェクターで遊ぼうという風になるんですけれども、自分なりのこだわりを持ってセットした配線を一度引っこ抜いて遊び終わったら再びセットし直すっていう作業がちょっとめんどくさいんですよね。どうにかして楽できないかなと考えている時に発売したのがこちら、元気ドック。これなんですよ。実際に使ってみたところ期待以上の働きをしてくれたので、ぜひ本製品の魅力を伝えたいなと思って動画を作ってみることにしました。任天堂スイッチの持ち運びや取り回しを便利にしたいという方はぜひ続きをご覧になってください。こちら元気ドック、開発元はヒューマンシングスという会社です。元気というブランド名でピンときた方もいるかもしれませんが、2018年にクラウドファンディングに成功してスイッチ用の無線オーディオアダプター元気 Bluetooth オーディオをリリースしたことで話題になった会社です。ちなみに本製品もクラウドファンディングの成功を受けて作られた製品なんですが、ここだけの話、実はクラウドファンディングの段階で提供のお話をいただいていました。でも製品のとあるデメリットが気になってその時は話が流れちゃったんですよね。なお気がかりになったデメリットというのは製品化した後も解決したわけじゃないんですけれども、デメリットよりも製品の魅力が勝って購入に至りました。具体的に何をデメリットに感じたかっていうのは後ほど詳しくお話しします。こちら元気ドックの価格は8680円。うん、高いですよね。競合製品と比較しても頭一つ飛び抜けた価格です。だけど実際に製品を利用してみて決してね、乱暴な価格設定だとは思いませんでした。元気ドックには価格に見合うだけの価値があります。こちら純正品との違いなんですけれども、10分の1のサイズということで何らかの機能がそがれてしまってもおかしくないですが、タイプ C にタイプ A、HDMI と純正品に備わっているポートは全て揃っています。しかも純正品にはない元気ドックならではの機能もあるんです。それが充電機能。 30W の USB パワーデリバリーに対応していて、スイッチを急速充電することはもちろん、スイッチを充電しながらスマホとかタブレットなんかの端末を同時に充電することも可能です。さらにタイプ C とタイプ A の間はデータ通信に対応しているので、例えばタイプ A に有線 LAN アダプターを接続すればスイッチを充電しながら有線 LAN 接続でオンラインゲームが遊べます。先ほど紹介した元気 Bluetooth オーディオのようなオーディオを Bluetooth に対応する機器を接続すれば AirPods をはじめとしたワイヤレス機器でゲームの音声を再生できます。ちなみにオーディオを Bluetooth 化させる機器でおすすめなのはグリキットって読むのかわからないですけれども、こちらの Root Air っていう製品です。AptX-LL ローレイテンシーっていうコーデックに対応していて、対応している機器を使えばめちゃくちゃ遅延が少ないです。タイプ C で接続する製品なんですけれども、タイプ A 用の変換コネクタもついていますし、イヤホンジャックに差し込む用のマイクもついてます。とてもおすすめです。あと元気ドックのデータ通信はスイッチ以外でもできるので、例えばタイプ C に iPad、 タイプ A にカードリーダーを接続して撮影した写真を出先で編集して SNS にアップといったこともできちゃいます。もちろん元気ドックに iPad をつないだ状態で HDMI をモニターにつなげば iPod の画面がモニターに映せます。ですから旅行で旅館に泊まっている時に元気ドックを使ってスマホをテレビにつなげば、その旅行中に撮った写真をみんなで共有して楽しんでいます。楽
しむとか、帰省できない代わりにテレビ通話を大画面に映してみんなで楽しむとか、使い方はいろいろありそうです。ここで改めて思い出したいのが純正品の10分の1というサイズ感。充電、データ通信、映像出力と様々な可能性に満ちていながら、カバンの中だったり机の上にそっと忍ばせておける小ささっていうのが最高です。純正品より小さくて機能もいけてる。あれ、もしかしてこれいらなくなります？さて、元気ドックのことがある程度分かってきたところで、同梱物を確認していきましょう。製品本体、 1.8 メートルの USB Type-C to Type-C ケーブル、グローバルアダプターセット、マニュアル、ステッカー、 HDMI ケーブルは付属しません。ここで一つポイント、本製品はアダプター本体を直接コンセントに差し込むタイプの製品なので、短めの HDMI ケーブルだといざ使いたい時にちょっと長さが足りないっていう困ったことが起きるかもしれません。なので3メートルぐらいの長めの HDMI ケーブルを用意しておくと、いろんなシーンに対応できて便利だと思います。続いては改めて基本となる使い方を確認していきましょう。まずは元気ドックをコンセントに接続します。スイッチと元気ドックを USB Type-C ケーブルで接続します。外部モニターと任天堂スイッチを HDMI ケーブルで接続します。 Type-C ポートと通信を行いたいデバイスがあれば Type-A ポートに接続します。このような基本的な使い方の他にも、例えば任天堂スイッチライトを接続して充電しながら有線コントローラーを使ってみたり、複数のデバイスを同時に充電してみたりと、スイッチに限らず様々なモバイル機器で便利に活用できます。続いては競合商品との比較です。元気ドック以外にも任天堂スイッチドックを小型化した製品っていうのはいくつかあります。大きく分類すると次の2つ、純正品と同様にスイッチを差し込んで利用するスタンドを兼ねるドック型、元気ドックのようにケーブルでスイッチと接続するアダプター型。これらの競合製品と比べた時に特に元気ドックがユニークだなって感じるポイントは、直接コンセントに差し込むというところ。そして直接コンセントへ差し込むということは、純正品やその他の競合製品で必要とされる電源アダプターが不要になるということ。外へ持ち運ぶにしても、自宅で映像出力を切り替えるにしても、電源アダプターから解放されるというのはかなり大きなメリットです。ちなみに電源アダプターの重さは約 160g、 その分カバンは軽くなりますし、セッティングにかかる工程も一つ削られて楽になります。めちゃくちゃミニマルですよね。最高です。さらに元気ドックが競合製品に対して優位に立っているのが、充電器として利用可能というところ。純正品との違いでも述べた通り、 30W の USB パワーデリバリーに対応しているので、対応したデバイスであれば急速充電が可能です。このサイズですからね、このサイズで急速充電ができるっていうのがかなりいいですよね。窒化ガリウムっていう次世代の充電技術を採用しているので、従来の主流であるシリコンに比べて発熱も抑えられると言われています。窒化ガリウムのデメリットはシリコンなどに比べてまだ多少高価というところ。ただ電源アダプターがいらなくなって、様々な機器を急速充電できるようになるということであれば、多少高価になるのは仕方がないかなというふうに思えます。さて、ここまでお話ししてきたように、元気ドックはめちゃくちゃ使い勝手のいい、最高におすすめできる周辺機器なんですが、先に述べた通り、購入にあたっては理解しておくべきデメリットもあります。それは任天堂のライセンス商品ではないということ。任天堂ライセンス商品というのは、任天堂製品との適合性が確認された商品のことで、一般的な安全基準を満たす水準であると任天堂が認めたものを指します。もちろんライセンス品じゃないから安全ではないっていうことではないのですが、何が一番困るかというと、仮に非ライセンス商品を使ってスイッチ本体が故障したとすると、たとえ保証期間内であっても有償での修理になってしまうという点。まあ、壊れなきゃいいんでしょうっていう話なんですが、実は非公式のドックを使ってスイッチが動かなくなったっていう事例は過去に複数件報告されてるんですよね。その中の一つが、ナイコというサードパーティー製のドックを使っていたユーザーが2018年3月に配信された任天堂スイッチのシステムアップデートを実行したところ、ゲームのセーブデータが消え、本体が起動できなくなってしまったというものです。こういった故障の理由についてメーカーから明確な答えは発表されていませんが、海外の掲示板レディットに投稿されたエンジニアの見解によれば、スイッチのチップが最大 6V まで処理できないにもかかわらず、故障を起こした一部のドックは急
9V を送信する設計になっていたからではないかというふうに推測されています。このように非ライセンス品のドックにはリスクがあるのですが、安心してほしいのは今回紹介している元気ドックはクラウドファンディングによって3万台を出荷しているんですが、現段階でスイッチが不具合を起こしたという報告は一件も届いていないということです。一度はスルーした本製品を改めて購入したのはこの実績が確認できたからという部分が大きいです。とはいえ動画でおすすめする以上はメーカーの言葉を鵜呑みにせずに自分でもねテストしておくべきだなということで、システムに通常以上の負荷をかけるストレステストをしてみました。スイッチと元気ドックをつなぐタイプ C ケーブルを何度も抜き差ししてみたり、何度かコンセントプラグを抜き差ししてみたり、 HDMI とモニターの接続を何度も切り替えてみたり、いろいろ試してみましたが、スイッチ本体や元気ドック自体に不具合や怪しい挙動は見られませんでした。だからといって 100% 安全と言い切れることはできないのですが、本製品は今後も使い続けるので、もしも何らかの不具合を見つけたら必ずご報告します。というわけで以上、任天堂スイッチの活躍の場を広げてくれる元気ドックのご紹介でした。旅先や出先で利用するのに最高というのはもちろんとして、年中家で過ごしている自分にとってもスイッチの出力先を気軽に切り替えたり、複数デバイスを気軽に充電できたりとかなり便利に使えています。最近スイッチ以外の遊び方で気に入ってるのが、 iPad で Steam リンクを起動してこれを元気ドックを通じてプロジェクターに出力するというもの。 Steam では遊びもしないパーティーゲームをついついセールで買いがちなので、元気ドックのおかげでね、気軽に積みゲーを消化できそうです。そうは言ってもやっぱり心のどこかで本当に俺のスイッチは壊れないのか大丈夫なのかと思っている節もあります。数日間使った印象とストレステストをした結論から言えば現段階では問題ないというふうに言えるのですが、長期的に見て故障しないかというと分かりません。幸いにもと言っていいか分からないんですけれども、本製品かなり人気で入荷待ちとなっているショップも多いです。ですから気になるけど不安だなという方はもう少し様子を見るのも手かなというふうに思います。先ほども言いましたが、もしも本製品を使って最悪の事態が起きた場合は必ず報告します。その時は動画のコメント欄に追記しますが、多分この動画を見終わったらあなたはもう二度とこのページを開くことはないと思いますので、もしよろしければね、 Twitter をフォローしてください。もしも不具合が起きた時は Twitter で報告します。皆さんは非ライセンス製品とそのリスクについてどのように思いますか？皆さんの意見をぜひコメントでお聞かせください。また製品について気になる点があれば気軽に質問してください。今後の企画を考える際の目安にもなりますので、今回の動画いいなと思ったらグッドボタンもお願いいたします。それじゃあバイバーイ。今回は実写を多めにしてみました。やっぱりちょっと疲れますね。みんなすごいな。